試合の始めから割とトスのペースで、ね、ゲームが進んでしまったんで、内容的には、自分たちの思った通りのゲームができなかったのが、一番の敗因だと思います。まあ、先にその中でも、ね、先に1点取れて、最後しのげば勝ち点3を取れたんですけども、ちょっとねゲームの内容がうまくいかなかった時にもう勝ち切るっていうような力が、まだ足りなかったのかなと思います。最後、河本がね、ちょっと怪我をして、選手交代がね、1枚余分にというかね、予定外のところが悔しいですけれども、まあ、それも含めて勝負なんでね、非常に残念な敗戦です。